オレンジカフェはい時刻は2時半を回りましたオレンジカフェの時間です MC は福岡県1年生認知症サポートセンターのセンター長をしております阿部が務めてまいりますこの番組はギノワンヒールズ通り FM ギノワ海の見えるスタジオより生放送ではなく収録で3時まで放送いたします皆様最後までお付き合いくださいこの番組ではメッセージを募集しています メールアドレスは 797-macfmguinod.com。また f m g u i n o ではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。f m g u i n o のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、Apple リスラズカ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、 皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいねでは今日もアレンジカフェ始まりましたはい始まりましたはいこの間お疲れ様でしたいえいえとても楽しい時間だったと思います私もこっそりと見てましたが、はい、そうですね安倍さんも出ていただいて <laughs> 怪しかったですねいやいやいい全然です <laughs> 超,超,超怪しい格好で出てしまってあいつは一体誰だと言われるかもしれないと思いながら <laughs> まあいいかと思って思いました、はいはい、でもよかったですなんかあの実はこの間沖縄に行った時に東南,東南植物園か <laughs> にちょっと息抜きに行きました。ははい、はい だからすごいやっぱ沖縄チックだなと思っ思う。ああはいはいはい。行った行ったことはありますか？あ,ありますよはい。なんかねアダンの実がね、うん、ライトアップされてたのがすごく私は楽しくなっちゃっ <laughs> アダンの実がライトアップされてるって盛り上がって。ましたそうですねあっち全国三位とからしいですよイルミネーションの名所で。うん、そうでしょうね。はい、あのハスの葉っぱが。 いっぱいこうハスの花が池いっぱいにこうなってて、あれもすごい沖縄チックと思って見てました。はい。そんな感じでした。いいね,ね。でもあのもうあっという間で今年も終わりになるんですが。今日は12月28日の分の放送なんで。はい。はい。そうですね。あと3日か。 そうですよ、はい、な,なんか今年1年どうでしたか今年さんは1年はそこまで変化ないあれですかねああ新しいことそうなんこの間のフェスぐらいですかねうんうんうんなんか新しいことやったよっていうのはなるほどはいそうなんですねただ毎年1回はその新しいことやりたいので来、うんうん、年は何されますか 来年はもうこっちリフォーリフォームリニューアルをします。そこリフォームするんですか？はい。はい、え、どういうことは建て替えるんですか<え>そのビルがではなくてビ？ビルじゃなくてこっちの中を照明変えたり、うん、ああ、壁を変えたりしたいなと思ってます。じゃあぜひスヌーピー柄をあ違うか。<laughs> <laughs> スヌーピー好きいるからなうん <laughs> せめてトイレだけでもいいのでスヌーピー柄るあなから <laughs> ワンポイントでも入れれるようにしておきますそうですね、はい、いやいやいやでも本当にあのいいですねそういう新しいことをやっていくっていうのはやっぱりチ、はい、ャレンジですから そうなんですよね。なんかやっぱりね、えっと他と違うことであったり、僕らが経験してないことは。ちょっとやっていって、そしたら、僕もそうなんですけど、スタッフもね、あの。まあその分伸びますから。うん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 。いいかなと思って、はい、毎年チャレンジはするようにはしてるんですけどね。ただ今年はちょっと少なかったかなとは思いますね。ああ、なるほど。はい。そうなんですね。安倍さんはいかがでしたか。私は、あの今年はなんか。 2>, 2年目にうちは自宅してなったのでああその中でそうで認知症サポートセンターを2年目になったので1年目の時よりはちょっと気持ちが楽になってっていうか、はい、その中でもっとあの相談も増えてきたりその中でどう動けばいいかとか考えながらやっていく中で、はい、やっぱりその相談ってあのパズルに似てるんですよね。ほほうほう,ほう うん、だから例えばこの,あの例えばこういう社会資源持ってきてここにはめたらとか思ったら実は合わなかった<ー>やっぱ合わないねとかじゃあこれがいいかなとかやりながらはははそれでピシッと合って絵になった時に本人とは満足度になるのでうん、うん、それを繰り返していくってことがあるのかなと思うかなやっぱ合わない時もありますかかか、うん、この方が良ったかなっって思ってきて思きも、うん、実は あのご本人さんの気持ちと家族の気持ちが違ってたりすると、はい、ちょっと微妙なところでパズルがずれるとかうそういうのがあるんですねでもそこをちょっとここを伸ばしてここをこうしてってトントントンってこう大,大,大工仕事じゃないですけどんそんな感じでしたらあじゃあこう整ってはめましょうあじゃあぴったりいきましたねみたいな<は>そういうイメージでいつもやってます私は。僕も 今の話聞いいいてちょっとと応用したいなと思いましたたな思まね、うん、僕は当てはまるだろうで提案してでもやっぱりねおっしゃるように気持ちとかがずれてた場合って当てはまるだろうで言った場合当てはまらなかったらこの人も次を考えてくれなくなったんですよ僕の場合は。うううううん、うん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 、うん、なるほど だからその辺今ちょっとすごいいいの聞いたなと思っていますだからあ良かったです、はい、<laughs> そうだからたなんだろうそれをあのそうじゃなく考えたら苦しくなるんですよできなかった時に自分がでもそういうふうにパズルじゃないけどパズルでもちょっとした微妙でも合わないことがあるからそこがあった時すごく嬉しいじゃないですかそうですね。 うん、かそれをどうするかっていうのを、まあ、できたら私なんかワクワクしながら考えるっていうタイプなんでうんかうんどうしてそんなにエネルギッシュですかって聞かれるんですけど全然エネルギーないんですけど人はそう思うんだなとか思いやエネルギーないですよもう何が元気な源かって聞かれるんですよね。はいはい <laughs> でも私の元気な源って多分そういう時に同士さだったり家族だったり、うん、いろんな関わる人たちの笑顔を見た瞬間に愛、はい、よかったってもうそれでなんか思うんです。うんうん。だからその辺かな。どうですか？山、ね、さんはどんなエネルギーの源ですか。お酒はダメですよ源とか言って。<laughs> <laughs> 僕はやっぱりこの、うん、やっぱワクワクですかね。なんか自分がワクワクすること。うんうん だから多分あの新しいチャレンジにこだわってるのかなと思うんですけど、その同じようなことはうん、うん、なんかもうあまりワクワクしないので一気にトーンが下がっちゃうんですよ。うん,うんなるほどそうなんですね。かはいそのやっぱワクワクかな。うん、だからその中で地域支援でいくと<か>やっぱうん、うん、安倍さんおっしゃったようにその助 買ったとかっていう人がまあ毎回やっぱり違うのでなんか人によってそれは割とワクワクが持続してる感じはしますねこんな言ったらねあれかもしれないですけどやっぱりありますねうんうんうん それはやっぱりですね誰かのの役に立ちたいといとう人間の本能だと思いまようんすなるほど、うん、だから誰かの役に立ったら自分は生きてる意味があるってちょっと深くなるんですけどそう思うと実はそれが生きがいとかいう言葉になるんですけど、はい、あのこの間あるところでこれ言ったかもしれないんですけど生きがいになってるっていう活動がありますよねっていう,こう、はい、皆さんのこう発表会の場で言ったらおじさんがですねはい 「僕は生きがいじゃない」っておっしゃるんですよ。いろん,んな活動してるけど僕は生きがいと思ったことがありませんっておっしゃったんですよみんなの前で。はいはい、さあ山内さんだったら何て答えますかそれに対してそう言われたら。 生きがいじゃない。あ,あ、そうなんですかってしかに言えないな。<laughs> <laughs> じゃあ何でしょうって言いますけどね。<laughs> そう、さすが、さすがです、ね。はい、私、あだしたらやっぱりタイプが違いますね。<laughs> うん、あのまずはそこで、あ、そうなんだねって言ったわけですよ。私はそれに対して何とかかんとかパズルが始まるわけです。どう持ってきたらこの人にとったら、ストンと落ちる。はいはい こういいピースができるかなって思い出して、それを考え始めるわけですよ。<ー>で、その中でお伝えしたのが何かっていったら、生きがいっていうのは。うん、実はその人のためだけじゃないんだよって話をしたんですよ。はいはいはい。だ、例えば山瀬さん今活動していることがある。はい。だ、それを山瀬さんにとって生きがいじゃないって言った時に考えるのは。はい。それは山瀬さんにとって家族がいる。うん、で、この家族が山瀬さんが今やっている活動が。例えば山瀬さんが、うん。 亡くなったとする今虹の橋を渡るっていうみたいなんですけど虹の橋を渡っていった時に地域の人とか周りの人が「はい、いやいや山内さん」っていう人が言ってくれて「本当に私たち助かったんだよ」とか「うん、あの人が言ってくれたおかげだよ」ってきっとね活動していることに対して人は言うんですよねそうしてもらった人たちは言うだろうし、うん、それを聞いた家族がその言葉を生きがいにして生きていくんですよって言った晴らしい。 そしたらおじさん納得しました。うん、なるほどね。<laughs> 確かに。そうなってくれる。いいな。うん,う,なんうん、うんそうだと思うんです。だって、人は絶対死ぬときに、うん、生きてる人にメッセージを置いていきますから。はい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 、なるほど。 うん、だから今高齢者とかいろんな人たちが大変ってよく言われます、うん、こういうことをやってても若い人たちは分かってくれないとか、はい、介護してる人たちもいます、はい、私たち大変なのって、うん、でもね分かってくれないのって言われるから「うん、よいよいよいよ」って後ろで見てる人がいますよって言うんです。うん 若い人たちは黙って見て見るんですよだ本を地域に対してそうやってる、うん、親を見てると同じように繰り返すし、うん、そういう介護してるのも冷たくしてたらそうするし優しくしてたら同じようにしてくれる。はいははだからそれが大事かなって思ったりしますよってことを言うと。うですね、じゃあここでちょっと CM を入れましょうねー。ははいい一旦でーすはーい おばあちゃん膝痛いの大丈夫、うん、お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶのだからいつも笑顔なんだうん、うん、あんたも自分の好きなことした方がいいようん何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育む トラピ NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの活動をサポートする地域活動の応援団です認知症の人と走るなんともビオレンジという街づくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり 情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。零三六三八零零一六六全国若年認知症協議会はい先ほど話をした生きがいの話からなんですがはい今度はその山内さんにとってですねはい F.M. 技能案って何なんでしょうかあ<ー> <laughs> でもちょっと質問してみたくなるかこそなんか子供みたいな 感じになってますよね今。ああ、なるほど。会社が例えばどういうどういうふうな意味ではそう思うんですか？えーっと要するにこっちのためだったら自分のお金とかもバンバン使うし、うん、あのすべ、うん、ての行動が F.M. 金すべてではないか。まあ八割ぐらいは僕の行動の、うん、この会社のためにやってるんですよ。うんうんうん、なるほどなるほど。はい。 だからそれって子供と似てるなって前感じましたね。なるほど、はい、ということは見返りを求めなない愛なんです、ね、あそうですすねうんねそう親って子供にそれは本当は求めないはずなんですけど、うん、なかなか今難しい世の中になってきてるんですけどあはやっぱり子供っていう表現はありますよね。ねだから私今 あの生活支援コーーーディネーターの人たたちとと関わっていると私みみんんなな子供もでだからみんなが辛かったり泣いたりきつかったり楽しいこともあっていいけどうん、うん、でもそれぞれがそれが違っていいと思うしはい、はい、そういう中で考えていければいいなと思うし、うん、もっと大きく話するときに広域連合っていうのがあるんですね沖縄市29市町村入ってますけどはい、はい、広域連合はお父さんとお母さんなんですよ。うん でそこに所属する市町村は、はい、みんな子供だと思うんですよ。だから市町村みんな個性がありますから、うん、でも本当は子供で兄弟だから、うん、横つながりでみんな仲良くなっていくといいよねっていうのを今話しながら<ー>佐,賀佐賀県はちっちゃな広域で4つで広域なんですねそういうところに入っていって、うん、2>, 2年目でやっと横つながりができるようになってきていい感じになってきた。 意識がみんな世の中変わってくるといいなって思ったりします。そうですね。はい、でも。難しいです。けどね難しいですね。僕も自分の会社だから。うん、この。まあ、無償の愛というか、まあ。別にね、うん、会社から。えっと、会社がじゃ、何かしてくれよ。って。いうのがないですから、一心同体の部分もあるし。うん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 、ただ、そのスタッフたちにも、できればこの感覚で。 と思うんですけど、それはもう不可能じゃないですか。うん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 。で、ただ近づけていくためにどうしていくかなと。うん。なんかやってます。そういうなんていうのかな。例えばさっき言ったみたいなのだと、うんうん、この要はえっ、ー、と安倍さんの子供のような人たち、うん、要するに CS の2層とかはそんな感じがするじゃないですか。 うんうんうん。彼らがその市町村を背負うというか。その地域を背負うために。うんうん。何、うんうん、かアドバイスしていることとかあるんですか。うん。一人じゃないから大丈夫だよって言っても。<ー>一緒に考えるし。はい,はいはい。一緒にできるから大丈夫よって。一人で抱え込むと良くない。これ会社でも言いますよね。はい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 。うん。で。さっき話聞きながらふと思ったんですけど。<laughs> 来年。あなたがこの。F. M. 技能案の。 ことを子供だと思った時、どんなふうに育ってほしいですかってスタッフに出してもらったらいいんじゃないですか。あ、なるほど。うん。ね。みんなの育て方によって、この FM エ技能は大きくもなるし。ちょっと横道に飛んでるかもしれないって。<laughs> なるほど、これいいですね。うん、うん。そういうふうに言うと、身近に考えれんじゃないですか。皆さんにとって。 みんな立ってる場所が違うじゃないですかでもみんなの子供であるこの地域の FM 技能案という子供が地域でどう育ち、うん、みんなから可愛がってもらえるかっていう発想をすれば、うん、みんなでどうするっていうのを聞いてみるのもいいかもしれないそうですね考え。面白いと思います考えてもらうっていうのはいいですねうん、うん、そうなんですよ大事だと思いますそうすると愛がわくでしょはいはいはい うん、だと思ってるんです。うん,うん。だから、なんか、そう毎、毎日考えながら、過ごしてるんですけどね。とか、まあ。見払い行動も、あの、私、あの、本人主義なので。皆さんにお任せしてるから、したら皆さんがそれぞれ、どう育てていったらいいか、今考えてくださってるので、ありがたいなと。これ、うん、皆、は、様、いはい。私のものではないの。地域ですか。いろんな方々で。はい,は,いはい、はい。そうです。地域もそうだし、うんうん、あとは、その。 ドクターだったりいろんな方々が自分たちなりにどうしたらいいかなって考えてくださる、うん、それはやっぱり私のものじゃないって私はよく言うんですよ。はははいはい、はいあ、まあまあまあ、つい、うん、かだからさっき言われ,言われた FM 技能に対しても、うん、私のものだけじゃないっていうのを山さん言ってるんだなと思ってますよ。すあなるほどね。うん、あの、うん、まあちょっとずれますけどこの見払い行動とかその認知症について。ううん、うん、うんうんうん あのー、この前先週足富さんがやっぱりその福祉関係だったり医療従事者もやっぱり若年、うん、あじゃないこの若年性もそうだし認知症を知らない方々、えっと、触りたくない方々もいるっておっしゃってたんですよ。だからこれって結構な不快ではないけど結構、うんうん こうな問題かなと思うんですけど、うんうん、そうですね<あ>かそさとこも一緒ですかそうですね専門職とかっていうのに限らずみんなそうじゃないですか認知症っていう言葉に対してだけはものすごく厳しいしうん、うん、認知症っていう言葉を聞くだけでいや絶対こんなになりたくないって皆さん言いますからいやでもなるんだよって九十過ぎたらもっと確率上がるし長生きすればするほど長生き病だから、うんうん、ただ自分が元気のうちに どんなな認知症の人になりたいか考えてて行動するってことをしとしけば何も怖くない病気。うん、ただそれが皆さんの中では認知症になったら最悪だとか、うん、認知症になったら終わりだっていうのがなんかすり込まれてしまってるからです、ね、だから、うん、それが取れなければ専門職だけじゃなくて一般の方もみんな一緒だと思いますよ。ははうん だって私認知症になるの怖くないですけど、うん、認知症になるの怖いですっていう人いっぱいいますからねああ僕もそういうのが怖いですけどねうんだから何が怖いのかなんですよ何が怖いのかって言ったら自分がどうされるかわからないから怖いんですようんでも例えば認知症になっても、うん、FM 技には僕は来るからちゃんと FM ノ能に席は用意してねって言ってみんな分かりましたって言ったら <laughs> 何も怖くないじゃないですかあ、まあ、確かに ねうん、僕が嫌いな食べ物はこれだから出さないでねとか言っとけばいいわけですよそれを言わないから、うん、みんな怖いんですよ周りに何されるんだろうって<は>今までのそういう人たちを見てきてるからだと思います。と、うん、からそこが根本的に変わらない限りはこの問題は解決しないと思う。ただなんかやっぱり安倍さんたちの活動だったりこの橋富さんの活動だったりすると。うん なんか僕はいいようには住んでる気がしててっていうのもやっぱね認知症って近い存在だよっていうのがどん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 世に知らしめてきてるんじゃないかなとは思うんですよ。そ、うん、そうですすねねそれは言えま早いか遅いかはもう分かんないですけど全然ただ改善されてる気はしてますね今。うん そうですね、うん、だからもっとそれが当たり前に語れる社会になっていけばいいなっていうのを来年の目標にして私は頑張りたいと思います。は認知症は特別ででなないんです誰でもなる病気、はい、だからこそ忘れるってことは当たり前なんだからそれを責めるんじゃなくて何か楽しいことしようよって一緒に考えれるような地域になればいいなと思ってます。はいうんうん、なるほどあの、はい、他に 来年の抱負とか目標とか何かありますか。そうですね。来年の抱負はですね、どんどん年を重ねていく分どんどん若返っていきたいと思います。はい、<laughs> い,いですね。<laughs> <laughs> <laughs> はい、い,いですね。山下さんないんですか目標は。<laughs> いや僕はですね来年ちょっと勉強して、うん、はいはいお金稼ぎたいなと思ってて。はあ、い。<ー> YouTuber ですか。はい、いやいや邪魔邪魔です。<laughs> 真面目に。 あの何、ー、て言うんですかねえっと、うん、ラジオだとちょっと頭打ちになってきたのででこれはもうさらにに伸びるにはちょっとこう不安定だななっていう業種なんですよ、うん、だからもうちょい勉強して、うん、お金を稼いでスタッフのまずは境遇を良くして。 <で>なるほど。さらに、このお手伝いももっと充実できたらなと思って,て。あ、なるほど、いいですね。はい。また、今思いついたことがあるので、また今度お話できればと思います。<laughs> うん、いいと思いますよ。絶対できると思うことをちょっとふと思いきました。本当ですか。はい、なんか、だから今、今ビジネスの話を募集しようかなと思ってて。わ、うん、<laughs> かりました。頑張ってください。阿 <laughs> 部さん、もし何かあれば、金儲けの話があれば是非、ぜひ。ああ。 これからの段階の世代が年を取るので個性を豊かにする方々なので、はい、その人たちがどんな人生を生きてきたかっていうことを残せるものを作ってあげるってことは映像とかラジオでもできるのではないかなと思いましたそうですね、はい、そうですみんなね自分のことを残したいのなのでそういったものをきれいに残せますよっていうのも1つの方法かもしれません、うん、今のその延長上で考えた方がいいと思います。 これ地域版みたいなあれで、うん、まずは技能1からとか小魚とかうん、うん、そんな感じです、ねうん、そうですね。あのぜひそういった方々に声をかけてやってみるといいと思います。はい。そうですね。なんか役所と一緒にねやったりできそうだなと今、はい、ふと思いました。はいはい はいまた違うところで作戦会議をしましょう <laughs> ぜひぜひよろしくお願いします <laughs> はい今年もお世話になりましたありがとうございました、はい、来年もどうぞオレンジカフェよろしくお願いいたしますはいじゃあ安倍さんもぜひえっ、ー、といい年末年始をお過ごしくださいはい、はい、ありがとうございますはいそれではオレンジカフェ、えー、今年、はい、2022年最後のオレンジカフェ以上でございますはいありがとうございましたはいそれでは皆さんまた来年さよなら、はい、さよなら